約10年前、当時青森に住んでいた時の話。中学生の自分が青森市丸々会館という場所に所用でいた時のこと。用事も終わり、帰ろうと思って施設内の時計で確認した時間は確か17時ちょい過ぎ。外の公衆電話で父親を呼び出し帰ろうとしたんだが、まだ仕事があるから無理と断られ、歩くかバスを使って帰ることに。しょうがないので歩き出したが、歩き出して少ししてから外の様子がおかしいことに気がついた。まず外が異様に暗い。それでいて人の姿がない。車すら走ってない。店はすべて閉まっていて、コンビニすら閉まってる。ガソリンスタンドも途中あったが、やはり店員の姿がなく営業していない。その暗い街中で街灯と信号機だけが光っていて、道はオレンジに照らされていた。この異常な光景に不安を覚えながらも、一つ一つ自分の記憶と照らし合わせ、歩くこと30分ほど。バス停か帰り道につながる地下通路へ向かうために目印にしていたマクナルドを探すも見つからない。アーソンの横かマクナルドなんだが、アーソンがあってマクナルドがない。マクド違う、ナルドだけがない。言っちゃった。来た道を戻り、また照らし合わせて歩くもない。だがマック以外は同じ立地。記憶違いかと思って、その場所からバス停探すも、バス停も見つからない。最後の望みで地下通路を探してたら、急に変な場所に出て、見たこともない通りに出た。不安度はさらに上がるも、なんとか帰らなければと黙々と歩く。ふと見上げると、この先十和田まで丸キロという看板。はあ、完全に道が違うと確信した自分は慌てて引き返すも、またしても見たことのない場所に出てしまった。路地裏みたいな場所というのか。あそこでようやく人影を発見。黒い人影がゆらゆら揺れながら奥に一人。酔っ払いのおっさんかと思うも、一瞬で消えてしまい、また次の瞬間違う場所にそれが現れた。異常な空間で不安も絶頂、半ばパニックだった自分は直感で逃げるという選択肢をし、走り出した。どう走ったかは覚えてないが、とにかく必死に。そして気づくと、丸々会館前まで戻っていた。ほんの数分で。慌てて電話ボックスに走り、また父親に電話。仕事も終わったし、今から迎えに行くと言われ、とりあえず安心。20分ほどして父親の車が到着。車に乗り込んで、今まであったことを父親に話しながら車の外を見てみると、店は閉まっていなかったし、人もいる、車も走ってる。本当にあっけに取られたという体験談を知り合いに話したら、ここに誘導されました。余談なんだけれども、自分の一家は拝み屋の家系だとかで、霊感家族なんだが、この誰もいない空間には生きてた人間はいなかったものの、透明な人間は多くいた。信号機の上に座ってたり、謎の行列をなしてたりだとか。だからこそ異常さが半端なかった。に対してレス、拝み屋一族としてはその体験をどう解釈しているの？当時は現実の世界が変に歪曲して構築した幽霊のための世界だと認識していました。幽霊がガソリンスタンドごっこしてたのもあって、自分の家族、父親は拝み屋の流れじゃないには話したことないんで、あくまで自分の意見ですけどね。でレス、そこで時空のおっさんが登場してほしかったところ。時空のおっさん、まとめ見てきました。人がいないことが共通しててドキッとしました。自分が見たのは酔っ払いだけなんで、なんとも。シルエット的にはスーツ着てる、変な動きの背格好的に男だとしか。でレス、あの世に行っても生きてる時と同じ社会、ただし壮年の世界が構築されていることがあるらしい。そこに迷い込んだのかもしれない。どこか欠落しているのも、そう考えると納得。そういえばその時、自分の後ろに並んでた霊がうざったくて、中学教師のところに行けよと怒鳴ったら、翌日その中学教師の後ろにいて驚きました。
その世界と現実世界の出入りってのは妙なもんです。